アスリートにおすすめ甘麹とリンゴで激うまおやつフライパンで簡単デザートを今日はご紹介していきます。こんにちは、アスリート個別栄養サポートの北見のりです。プロから小学生のアスリートの自己ベスト更新のために食事からサポートをしています。今日は簡単デザートリンゴのおやつを作っていきたいと思います。必要なものは甘麹とリンゴ。甘麹 100g、 リンゴ1個です。甘さ控えめが好きな方は甘麹 50g でも十分かなと思います。リンゴをまずは切っていきます。リンゴを切ったらこんな感じでリンゴを並べていきます。リンゴが並べれたら次は甘麹とリンゴをフライパンに入れていきます。火をかけていきますが、ごく弱火でですね、加熱していきます。あとは放置です。はい、簡単すぎるっていう感じですが、水分をね、どんどん飛ばして煮込んでいきます。1日1個のリンゴは医者いらずということわざがあるように、リンゴにはたくさんの栄養素が含まれています。リンゴに含まれる水溶性食物繊維の一種ペクチンには、腸内の善玉菌を増やすことによる整腸作用があり、便秘対策にもおすすめですね。アスリートにもいいですね。またですね、リンゴにはビタミン E も含まれ、これは強い抗酸化作用があります。活性酸素をたくさん発生しやすいアスリートにはおすすめですね。また甘麹ですが、麹にはでんぷんを分解するアミラーゼ、タンパク質を分解するプロテアーゼ、脂質を分解するリパーゼを含むことから消化吸収を助ける働きがありました。多くのエネルギーや栄養素を消費するアスリートにとって内臓への負担を軽減し、効率的に栄養素を補給することができる優秀な食材でしたね。そんな甘麹と今日はリンゴを使ったおやつになります。毎日フルーツは飽きたという時でも、たまに合宿で出すと一瞬でなくなっちゃうおやつです。はい、こんな感じで煮詰まったら盛り付けていきます。完成ですね。ヨーグルトに入れたりアップルパイに使ったり、ここでは邪道かもしれませんが、アイスと食べても美味しいと思います。そのままね、食べてももちろん美味しいです。私実はですね、リンゴを食べるの苦手で、管理をしたろって感じですけど、顎を使うじゃないですか、本当おばあちゃんかって感じなんですけど、でもこれだと本当ペロッと食べれちゃうんですよね。まあ酵素が取れないのでね、意識をしてしっかり頑張ってリンゴも食べますが、すごい美味しいので、これフライパンのままつまみ食いされてなくなっていることもすごい多いです。簡単なので、ぜひアスリートのおやつにも使ってみてください。私の動画ではこのように背は高くしたい、バテにくくなりたい、体を大きくしたいというアスリートへ向けて情報を発信していきます。本当にアスリート最近増えてきて、もう本当に本当に嬉しい限りです。で、お悩みについてですね、もっと詳しく知りたいという方は説明欄に LINE の追加方法があります。そちらに行っていただくと限定のセミナーやイベントの情報が届くようになっているので、ぜひ興味がある方はそちらに行って学んでいただけたらなと思います。あとはですね、この動画がちょっとでもいいなと思ったら、コメントと一緒にいいねボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。まだされていない方、本当にいろんな方登録していただいてありがとうございます。嬉しいです。お一人お一人見ています、ちゃんと。またね、次の動画でお会いしましょう。北見のりでした。